岡山県倉敷スポーツ公園野球場。岡山県倉敷スポーツ公園野球場は、岡山県倉敷市の岡山県倉敷スポーツ公園内にある野球場。愛称は、マスカットスタジアム。施設は、岡山県が所有し、県の外閣団体である公益財団法人倉敷スポーツ公園が、指定管理者として運営管理を行っている。岡山県はかつて、 岡山市北区にある岡山県野球場を県下のメイン球場として使用していた。しかし老朽化に加え、収容人員が1万5千人、交渉にとどまり共愛化していたことなどから、県は1980年代から新球場の建設構想を持っていた。新球場の建設計画は1980年代後半に具体化し、倉敷市中小地内で整備が進められ、 1995年、平成7年に完成。一般公募により、岡山県名産の武道、マスカット・オブ・アレキサンドリアにちなむ愛称、マスカット・スタジアムが付与された。会場以来、県下のメイン球場として機能するようになり、高校野球、社会人野球など、アマチュア野球公式戦やプロ野球公式戦、オープン戦もマスカット・スタジアムでの開催になった。 また、これまで、倉敷市の成人式が行われていた倉敷、千堀公園が2008年、平成20年末をもって閉園されたため、2009年、平成21年以降は本スタジアムで成人式が行われる。1万5000メートル超のグラウンド面積は、国内でも最大規模である。特に外野側のファウルゾーンの広さは他に類を見ない。このため、守備側には有利で、 攻撃側にはやや不利となる。また観客にとっては内野スタンドからフィールドが遠いため臨場感に欠けるという意見もある。また外野席はプロ野球の試合の時だけ解放される。スコアボードの左翼側にある時刻を示す時計の隣にはサッカーで使用される45分を測る時計も設置されている。しかしサッカーでの試合は完成後の1995年。 平成7年に J リーグのエキシビシンとして、サンフレッチェ広島 VS ディナーモモスクは、ロシアの試合が行われたことがあるのみ。右翼側には、表示部が設置されていない空白部があり、ここには、大型映像装置の設置を前提にして、スペースを空けてあるものだが、2014年、平成26年秋から2015年、平成27年冬の回収実施までの間、 設置されることはなかった。2015年、平成27年春にこのスコアボードが、これまでの電球式からフルカラー LED 式のものに回収されており、出場選手指名の部分を簡易的なフリーボードに回収。この際、中央部分にあったその日の最大3試合分の試合結果の表示を撤去し、必要に応じて、選手紹介の写真や打球場試合速報、 その他のお知らせなどの簡易動画を提供できるとしている。なお大型ビジョンについては、プロ野球以外では、利用見込みが低く費用対効果の観点から、今回も設置を見合わせている。2018年、平成30年春には、一類側、三類側の、ベンチが、ゾゾマリンスタジアムマズダズーム、ズームスタジアム広島、名古屋ドーム、阪神甲子園球場などで採用されている。 いわゆるメジャーリースタイルのベンチに改修された。建物内には、ピッチング練習場の他に、各種運動施設が設けられ、定期的に教室も開かれている。2015年には、フレッシュオールスターゲーム、7月16日、予備日、同17日の開催が予定されていたが、台風11号の直撃にあい、当日、予備日ともに、天候の回復が見込めなかったため、 大会史上初となる開催完全中止となった。その後、同年12月14日、翌2016年のフレッシュオールスターゲームも、東球場で開催することが発表され、試合は7月14日に行われた。中日、阪神、楽天の監督を歴任した星野千一は倉敷市の出身。この園から以前は中日が倉敷スポーツ公園内で、 オールスター期間中のミニキャンプや周期キャンプを実施していた。続いて、星野が阪神監督に就任した2002年、平成14年から阪神が周期キャンプを行っていた。ただし2005年は、晴れの国岡山国体開催のため、周期キャンプは高知県の秋市営球場で実施。2006年、平成18年のキャンプ初日には、岡田秋信監督、 当時がマスカットスタジアムは非常に演技の良い球場と岡山の阪神ファンの前で公言したが翌2007年からは秋で行われている。2011年からは楽天が周期キャンプを行っており、監督が大久保博島と梨田正隆平石洋介と交代した後も継続されている。近年、当球場では プロ野球の開催試合数が減少していることから、地元行政や企業などが中心となって2005年、平成17年夏に、岡山にプロ野球を誘致する会が発足。プロ12球団に対して、オープン戦、公式戦の開催誘致を呼びかけ、翌年は一時的に増加したが、その後再び減少傾向になっている。その他に、ブルーウェーブ時代に東球場で、 1> 年1試合公式戦を行っていたオリックスバファローズまたは読売ジャイアンツに対し公式戦を年数試合開催するよう要,要望する動きや隣の香川県に本拠地を置く四国アイランドリーグプラスに属する香川オリーブガイナーズ隣の兵庫県に本拠地を置く日本女子プロ野球機構に属する兵庫スイングスマイリーズに対し年間数試合の無 ゲーム開催を要請する構想もある。また、2008年、平成20年に、チーム岡山球団設立推進委員会が発足。アイランドリーグへの加盟を目指す、新球団結成に動いており、実現すれば投球場が、本拠地となる可能性もある。岡山球団のリーグへの加盟は、当初2009年とされていたが、その後順延が続いており、 2009年当時は2010年に準備室解説段階球団として球団組織をリーグに参加させ2011年以降にリーグ戦に参加する構想だったもののこれも具体化していない社会人野球大学野球高校野球楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください